はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。今日もやっていきましょう、ポッケントーナメント実況プレイでございます。よろしくお願いします。なんかクロマリーグが一番トップのリーグだって聞いてたんですけど、なんかアイアンリーグっていうもう一個上のリーグがあるみたいなんで、ちょっとそれにチャレンジしていこうかなというふうに思っております。100人なんで上のリーグの方がさ人数多いんだよ。普通逆でしょうよ。こんなリーグがあるんだね。あるんだね。強そうな人ばっかり。私はもう少し気軽にバトルできるところがいいかな。いやでも実際あれでしょ、オンラインの方が普通に強いでしょ。君はチャレンジする？する。まだまだ序盤だよ。行きます行きますよ。やりますよ。あ、で、基本的に、うわ、めっちゃまた時間かかりそうな感じなんだ。まあ、でも、とりあえず1戦目どれぐらいの相手なのかっていうのをちょっと、まあ、試す意味でも、やっていきましょうかね。どうなんだろう、どれぐらい強いんですかね。また、これ結構作業ゲーになりそうですか。いやー、でも、すごいな。300戦コンピューターでやってるみたいな。絶対に諦めない。ネバーギブアップ。この子結構可愛い。よし、やっていきましょうか。樹海員、よろしくお願いします。まあ、逆にこういうコンピューター戦やることによって、あれじゃない、なんか新しいまたミュウツーの立ち回り方みたいのが、これをさ、なんでいかないのって話なんだよね。わかる可能性もあるよね。いやでも全然余裕だわ、マジで。対して何が違うのかよくわからないんだけど。全然普通に、あれなんだけど、コンピューターじゃなくて、オンライン対戦のいい子の人の方が圧倒的に強いんだが。どんだけコンピューター弱えの。さすがに弱すぎないか、これ。一番上のリーグの一番下ですら、これぐらいの強さなの。これをさ、ちょっとちゃんとやっていこう。ちゃんとこの辺の、あ、やば、うま。やばいー、ダメージ食らってしまった。あ、でもこの辺のコンボとかは、でもちゃんとやっぱ決めてくるんだ、完璧に。なんかこう、だから、勉強になりそうなことはありますよね。あ、うまっ。あ、なんか一筋縄にはいかねえ。少なくとも。いや、行くわ。行くわ。近づかねえから。あー、これはでもサイドだからかわせてない？かわせてるー。はい。まあ、一筋縄にはいかないし、しっかりコンボきっちり決めてくるけど、言うてまあ、ガードとか投げとか、そういう読み合いに関してはクソ甘いんで、普通に立ち回ってれば普通に全勝できそうな感じはしなくもないですね。ちょうどいいや！ミュウツーのスキルレベルマックスにする、あれにしよう。やってきます。あれにしよう。はい。さあ、ということで、とりあえず、一グループ目突破。いや、もうなんか明らかに前回のパート以降、テールナーの苦手意識がすごいこびりついてて、やばいですね。普通に負けそうになった、コンピューター相手に。いやー、まずいですよ、これ。どうにかしないと。さあ、このグループの中で一番最上位、65位との対決です。集中集中、マスクドピカチュウ。いや、とりあえずね、今んとこまあ無敗できてはいるんですけど、いや、割とね、危うい試合がね、増えてきましたね。正直ちょっとこれこのまんまいったらどっかで土つくなっていう。ちょっと、無敗は、正直厳しいんじゃねえかなっていう試合が、若干増えている気がしますね。なんか盤石な勝ち方が減ってきましたよ。やっぱね、突っ込んでいくと負ける。だいたい。だいたい突っ込んでいくと読み合いで負けるんで。そこどうにかしたいですよね。やっぱコンピューター戦は遠距離攻撃安定なのかなっていう。あれは、はい、投げられていく。果たしてなんなんだろうな。この技は、おっと、やばいじゃないこれ相手ペースですよ、これ。こういうペースになった時に、コンピューターって強いから、早めに蹴りつけとかないと、怖いですよね。流れっていう変数があるのではないかと疑ってしまうような、そういうプログラミング。一回置いて。置いといて。ほい、近距離近づかれたら大丈夫と。いかー！やばい。はい、ここ投げるよ。こういうのね、しっかり対処してこないあたりコンピューターですよね。はい。うわやばいか。ピッカー。ま
壊光線は入るんですよね。こういう立ち回りを対人戦でやってもいいかもしれない、ちょっと正直思う。さすがにバレる、さすがにバレるの嘘。ほい、あ、もう帰っちゃった。なんだそれ、なんかよくわからない、よくわからないよ。アホすぎ、アホすぎ。いやー強いねー、相変わらずそのコンボ無駄に繋がるっていう。ダメージ量はそんなないですけど、なんかすごい押されてる感になっちゃうね。心理戦ですよやっぱり。はい、うわー待ちきった。やっぱ技を覚えるっていうのはそれだけ重要ってことなんですかね、このゲーム。なんかもう全キャラ使う頃には年明けてそうですよね。もしポッケン続けていったとしても、毎日毎日やってったとしても、なんか全キャラ触る頃にはみたいなね。ローレス3ローレス。はい、ということでとりあえず第2グループも無敗でなんとか超えることはできましたけど、ちょっとふわふわしてますね。いやー負け試合がそろそろ見えそうな気がしてもなくもないですね。さあ3戦目とりあえず、あ48まである。あ結構でもペースは速そう、思ったより人数多いけど。さあ、ということで、このグループの一番上、ディートハルト。いや、ノーガードガブリアスとかさ、弱そう。ノーガードガブ、すげえ弱そうなんだけど。ノーガードガブか。何が使えるんだろう、ノーガードガブって。でも、エッジが確定で当たるから、まあ、そういう意味では、なんか、ハチマキ的に、ハチマキエッジとか、そういうのは強い。でも、それぐらいしかなくね、でも。あ、バカ、バカチンガッ。なぜ入るんだ。で、あ投げを無理、すげえ考えてるけど、なんも出てこないんだけど、ガブ。ノーガードガブの強いところ全くないんだが。はい、ここ、はい、たまたまです。こういうの当たるからな、楽だよな、ほんとコンピューターマジで。なんもしなくてもいいもんね、ほんとに。ちゃ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 って適当にやっとけばいいだけの話だから、なんか実況やっててもこういう無駄話がさ、挟めるわけですよ。全然実況なんかしてなかったって、どうにかなる。メガブになったら、ノーガード効く？なんかある？え、ないよな、でも。いや、ワイトマジでないよね。やばいやばい、危ね、危ね。あ、ちょ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 、いや、死ぬそれ、あかん。さすがに舐めすぎた。ジュアル覚えないもんね、ガブね。なんだろう、あと、実用性がある技で。ガンプが外れないのは、ま、ちょっと個人的にはでかいけど、そのアドバンテージ、ディスアドバンテージの方が絶対でかいじゃん。実際。絶対ディスアドの方が。コンピューターですからね。この辺はよくわからないですけど。こういうの覚えた。こういうの覚えました。これが多分一番強そうだなっていう風に思いました、俺。いろいろ適当に押してたらこれが生まれたんで、あ、もうこっちの方がいいかもっていう、そういう壁端の戦略ね。こういうの使っていけたらいいですね、対人戦で。まあ実用できるまでどれぐらいかかるかですよね。実際の運用開始いつまでみたいな、まだ5年後先かよみたいな、リニアモーターかみたいな感じ。とりあえず半分超えましたね。まずまずっていったところじゃないでしょうか。よーし、じゃあちょっと頑張っていきましょう。さあ、ということでやっていきましょう。30位までか。まあ、まずまずですかね。さあ、このグループ最上位。エルネスト。あ、65% まで来ましたね、勝率ね。だんだんじわじわ上がっていくんですね。さあ、なんか、スイ君だけはなんかちょっと別 AI があるんじゃないかっていうぐらい投げが刺さるんですけど、どういうことなんですかね。そういう感じなのか。なんだこのガード、なんだこのガード水君は、なんなんだ、なんだこれ、なんだこのガード水君、うわっ、なんだそれ、やーぶねー、す、入らない、うそ、あれなんかやっぱ AI か違うのかな、普通のスイ君となんかちょっと違う雰囲気漂ってるんだけど、今までのやつと。まあ、勝ちは勝ちですけど、届くの、あ、届かないんだ。あ、それは届かないんだ。なるほど。高さとかは影響あるんですね。なるほど。うおーあざーす。やっぱ影響力はあるんだね。
もう壁際で、もうとりあえず X ぶっ破しときゃそれでいいっていうわけではないっていうことがこれでよくわかった。おー、オッケー。近づいていって。はい、もらって。置いといて。で、スーツースーからの。あ、こっち投げが、やっぱ投げな。よ、これね。コンピューター特有の超反応。はい。置いといて、多分置いとくのが完全に消されちゃって、おっと、そっちの方が先に入るっていう珍しいパターン。あ！消えた！当たらない？ん、届かない！あー。あーってなるよね。じゃあ、あんまり破壊構成受けないんですよね。水分との距離でも。はい。はい。それをね、打たせるのを待ってました、僕は。ずーっと待ってました。打ってくれるんで。優しめに。優しく打ってくれるんで。はいー。マジマジマジそれ。あー、なんか来た。スラロ落とし、スラロ落としからの。うわー、すげえ。オーラ。はい。うわー、マジか。やばい、死ぬ。やべえ、俺負けるかもしれねえ、これ。いや、こういう試合すげえ増えてきたんすよ。このランクになって、このリーグに入ってから。ものすごいね。やばい。いやー、なって、あー、そこから全部繋がるやつ。うっそ、やばい、ちょ、待って待って、吐いてもいいかもしれない。一回置いといて、ジャンプしたの読んで、これレシラも置いといて、これで、あー、入らない！ちょ、待って、あ、ガガ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 、ちょーっと向こうの方が早い。ちょ、待って、マジでやばい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 。よし、入ってくれたラッキー。ちょ、待って、落ち着け、落ち着け、落ち着け。割と普通に負ける。割とあるぞ、あるぞ。割と負けあるぞ。割と負けあるぞ。置いといて、置いといて、置いといて、置いといて。よし。あぶねー、マジで。ほんと、こういう試合がちょっと増えてきてるのが、ヒヤヒヤしますよ、マジで。全勝は行かなきゃいけないよな。行かなきゃいけないっていうところに、なんか自分で自分をプレッシャーかけちゃってるのが逆によろしくないのかもしれないが、でもやっぱり勝ちたいよねっていう気持ちはものすごく自分の中にもあるみたいな、そういうやつ。85まで来ましたね。花を持たせるつもりが本気でバトルして負けるとは。で、非礼を詫びよう。君は、つわも。さあ、とりあえずは、またこのリーグも、このグループもしっかり無敗で行きましたね。いやー、なんかこれの繰り返しですよね。リーグ戦の動画は一体仕方ない。こういう感じになってしまう。どうしてもっていう感じはしないでもないですけど。さあ、あと2回ぐらいでいけるかな？10戦ぐらいかな？17位の、15位か、スザンネ。ナンバーワンの、スザンネ。何か違う気がする。あー、まあ、確かにね、カイリキーはあんまりコンボある方のキャラクターではないような雰囲気漂ってるけど、でもコンボを使っちゃ、ね、そんなこと言っちゃってるんですからコンボ使っちゃダメですよね。まあ、ミュウツーの前にそんなことして大丈夫なのかっていうのは正直あるんですけど、そういうのあるんですけど、いいですか？カイリキーはもうあれですよ、近づかせさせないですからね。コンピューターのカイリキーは近づかさせたら負けだから、ひたすら、もう打ち上げ花火打ち上げカイリキーやってます。カイリキーの空を飛ぶ。カイリキーの空を飛ぶの攻撃。おー、すげえ。カイリキーが空を飛ぶ覚えたらどうなるんだろう。何タイプに刺さるんですか？何タイプに刺さるようになるんですか？鋼タイプはダメでしょ？岩タイプもダメでしょ？あと、あ、岩タイプも抜群ですよね。なんだろう、あとは。ゴースト。ゴーストあ。地獄車強すぎだよね、マジで。いや、割とマジで思うんだよ。本当に。はい。で、固めて、ちょっと待って。前行っちゃいけないって、あれほど。あれほど。はい、一回置いて、破壊光線打ちたかったんだよなぁ。まあ、これ破壊光線打ちたかったんですけどね。はい、1だよ、相手1だよ。え、クレス入っちゃって。ほんで、しっかり、バーストを、ゲージ、溜めちゃった上で破壊光線。コンピューターのね、あ、これはもうレシラム使って、バン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 もう、相手との距離を広げていく。来た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 、キモい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 。あのさ、手広げながらさ、来るの気持ち悪いんだよな。すごいさ、誘拐犯に見えるんだけど、あれ、あの、モーション。どう思います？すごいさ、もう近所のさ、近づいちゃいけないおじさんじゃん。見た目だって完全にマッパじゃん。うん、ダメでしょ、あんなの。はい。さあ、相手の共鳴ゲージは完全に無駄になっていく。
さあ、そして破壊光線でじわじわ減らされていき、かつ、それでどうしたらいいんですか、相手の方は。おいー、さあ、レシラも置いといて、レシラも置いといて、共鳴吐いちゃったりして、1までしか行かないですかね。あ、なんで最後だけ入らないの、あれ。まあいいや。コンピューターってわけわからないところでさ、すごい意味わかんない入力してきますよね。ここら辺がコンピューターの強さだなっていう風に思いながら、とりあえず盤石な勝ち方をしていく。よーし。これ、99、いや、100まではいかないかな。心の修行、入ってらっしゃいませ。さあ、とりあえず、第5グループもしっかり全勝でいきました。15位。まあ、15位まで来たということは、これはおそらく次のグループ突破すれさえすれば、グループリーグ突破だと思うので、いやー、残りあと5試合。全勝したいな。何位まで行く？あ、8位いますね。じゃあ、OK ですね。はい、行きましょう。さあ、全体ラストの試合でございます。いつでも全力勝負。相手はリザードン。64戦戦うことになるんですね。これグループリーグね。なるほど。よっしゃ、リザは、しっかり着地を見てから投げる。いつ大事。近づいちゃダメ！お！なんだ今のは？なんだ今のは？なんだ今のは？あー、届かない！これが強いんです！強すぎるんです！ちょっと待って、うっそ、ちょ、待て、一回落ち着け、いや、いい、これでいい。これダメージを稼いでいく。これが大事だから。いや、まあ、行かない、行っちゃダメ、やべえ！ちょっと待って、これ死ぬ。あ、終わった。うわぁ、やべえかも。最後の試合、ラスボスが残ってた。そう、しかも相手共鳴残ってる、俺共鳴残ってない。うっそ、やべえ。いや、普通に負けんだろ、これ。あかんって。はい。はい。炎4分の1のはずなのに。はい。よし、相手の共鳴ゲージ完全に無駄遣いさせた。よし。よし。よし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 。ここ。ちょっと遅かった。大丈夫、相手がヒーフ見てくれたからラッキー。俺でいいんだ、コンピューター戦は、はめてが勝つ。はい、まだ行かない、まだ行かない。うわーっと、行っちゃいけない。あー、やばい。よし、30から飲んだけ。うわー、地球投げ。一発でこんだけ減ってきますからね。はい、あー、やばい。ここだけでしょ？よし。なんか、地球投げ拡散のミュウツーとか需要なさすぎるんだが。マジで。リザだしね、しかも。タイプ、フイッチだからね。フイッチとか関係ねえよ、地球投げ。はい。しっかりね、当てていく。当てていく。しっかりダメージを減らしていく。よしよしよし、いいよ。徐々にね、徐々に減らしていくこと。それが大事だから。よし、火吹いてくれる。ありがてえ。ありがてえ。はっ。やばい。いいよ。しっかりハマっていく。ここ。もう余計なことは一切しません、僕は。はい、お湯。人間にはかなわないんだよ。お疲れ様。さあ、ということで、ようやっとアイアンリーグ、グループリーグ突破でございまーす。お疲れ様でしたー。ってことで、同意がとりあえず前線全勝来ましたね。もうなんか、これだけで僕正直満足してるんですけど、熱っ。いや、強かった。マジで負けそうな試合4試合ぐらいあったんですけど、30分の4試合ぐらい。本当に。本気で挑んでくる。怖えということで、じゃあ次回はトーナメント戦みたいですね。はい。次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。お疲れ様でした。バイバイ。